レシピの作り方がわからないっていう方へ向けて、特に私が初期の頃どうやって作っていたかっていうお話をねしてみようと思います。こんにちは、天然酵母パンゾーの椿ルミ子です。はい、今日はレシピの作り方の考え方っていうことでねお話をしてみようと思います。生徒さんでねレシピの作り方がわからない、レシピの作り方をね教えてくださいっていう方が結構いらっしゃるので、私がねどういうふうに考えて、作っていたのか今もね作っているんですけれども、特にこう最初の頃ですね、初期の頃ね何もわからない時に一生懸命こうレシピ開発をしていたっていうところがありますのでね、どういうふうに考えてやっていたかっていうこともね含めてお話をしてみたいと思います。今日のタイトルはパンのレシピを作る時どんなふうに考えるか、パン造的パン作り思考ということで、まあ私なりの考え方っていうことで、お話をしてみようと思います。ではですね、最初に、私がね今講座を持っているプロフェッショナルコースっていうコースがあるんですが、そこにはですね、まあこれからゼロからね始めたいっていう方、パン作りを学んで何かお仕事にしたいっていう方もねいらっしゃれば、もうすでにパンはね作ったことがあるというかね、もうベテランで、どこかのね教室に行ってらしてもう資格まで持っているとか、それで自分でこう講座もね持っている、教室やっているんだけれどももっとこうレシピを増やしたいとか、講座をね講座の内容を変えたいとかっていう方もいらっしゃいますし、飲食店の方でね、自家製酵母のパンを出したいとか、もうこれから飲食店をやりたいっていう方もねもちろんいらっしゃいます。いろんな方がねいらっしゃるんですけれども、やっぱりこう仕事としてやっていく、プロとして、こうパン作りをねやっていくっていうことを考えた時にレシピを作るっていうのがねどうしても、必要になってくると思います。で特に、これから始めたいなって思う方、これからパン作りを学んで、やっていきたいなって思う方はレシピをね作るのどうやってやったらいいのっていうね、さっぱりわかりませんっていうこともね聞くので、ぜひ私がねどうやってやってきたかっていうことをねお話しできればいいなと思って今日はそういう動画にしてみました。はい、じゃあ、まずね考え方っていうことでお話をねしてみたいと思うんですけれども、オリジナルレシピをね開発したいっていう方結構いらっしゃって、もちろんレシピだけじゃなくって、酵母もねオリジナルの酵母でうちのお店はやりたいんですっていう方もいらっしゃるのでね、まあ、そういう時にオリジナルのものを作るっていう時に、考えたいなと思う、まあ、アプローチの仕方っていうことでお話をしたいと思います。まずね、レシピを作る時のアプローチ方法っていうか、まあ、どういうふうに考えていくかっていうので、私がねよく聞くのはどんなパンを作りたいですかっていう風に最初にお聞きするんですけど、そう聞くとはっていう感じで、あそうですよねみたいな、なんかそこがね、思いつかなかったっていう感じでちょっと驚かれる、はっとする方がねよくいらっしゃるんですけれども、まずねどんなパン作りたいかって、これ大事だと思うんでそのねイメージに向けてこう材料を考えていったりとか作る工程考えていくっていうのがねいいかなと思います。まあ、分かりやすいかなって思うので、そういうふうにねお聞きするんですけれども、そのパンが柔らかいパンとかねハード系のパンとか、ずっしりした、ちょっとこう外側がパリッとしているパンとかねいろいろあります。お菓子パンであったり、お惣菜パンとかねいろんな種類のパンがあるので、自分のねこうイメージしてどんなパン作りたいかなっていうのを、決めるともうねおのずと材料の比率とかあとどんな材料を使うとか工程どうしたらいいとかっていうのがね見えてきますので、それ早いかなって思います。でそのためにねさっき言いましたけれども、まあ、材料を決めていく、材料もね粉の種類でもすごくたくさんあるので
どんな粉がどんなパンに、合うのかなっていうのをね考えるのもちょっと楽しい、ことだと思うので、そういうことをね考えていかれるといいかなと思います。であとね材料を考えるっていうことがそのね1番目にあるんですが、もう一つ2番目としてはデザインですね。どんなパンのデザイン、デザイン性のある、ちょっと可愛いパンにしたいのか、あとはまあこうあんまりねデザインにこだわらなくてずしっとしたそのまま焼きましたみたいな田舎パンにしたいとかね、そういうこともあると思うので、形もね考えるの楽しいと思います。あとはですね、その理想的なところに向けての、発酵の仕方とか焼き方っていうのもね考えていかなきゃいけないので、そういう工程ですね、そういうのも、考えていきたいなっていうのが、まあ、3つ目になります。はい。あとそれがね、今言ったのは、イメージしたパンに、向けて、工程を考えていく、材料を考えていく、すべてね、構築していくみたいな形になるんですが、今度は、もう一つのやり方としては真似から始めるっていうことですね。これねすごくやりやすいなって思うんですが、まあ、私のレッスンではプロのねプロ向きの方のレッスンではレシピは全て、お仕事に使ってもいいですし、そのまま生徒さんに教えてもいいし、そのまま売ってもらってもいいっていう風にしてて、であとアレンジももう自由に何を変えてももうどうしてもどうやってもいいですよっていう風に言ってあるので、その習ったパンにアレンジを加えて自分の、好みのパンにしていくっていうことがねやりやすいかなって思います。でそのあこのパン大好きって思うパンがもしあったとしたら、そのパンを、その理想のパンのレシピがねもう習っていてあるんだとしたら、そのレシピをいかにこうアレンジして変化させていくか、大好きなパンだからこそこれもこうあってもいいんじゃないかな、これをこうつけてもいいんじゃないかなとかね、これをじゃあマイナス外していってもいいんじゃないかなとか、足したり引いたりしていきながらね、その真似をしながらアレンジも加えていくみたいな、そういう考え方もねいいかなって思うので、それはね初心者の方にはやりやすいんじゃないかなと思います。はい、今ね2つ、やり方をねお話ししました。その上でですね一番大事なことというか、レシピを考えていく上での、分かっておいていただきたいなって思うのが、基本的な、パンの組み立てというか基本的なパンのあり方みたいな、あり方っていうのかな、パンの構造みたいなものをね知っといていただくとレシピ考えやすいかなって思いますので、まあそれはいわゆるこう一般的に言われるベーカーズパーセントって言われるパンのねパンの粉を 100% にして、あとの副材料を、パーセンテージ出していくっていうやり方なんですが、この、そういう割合ですね、比率みたいなものを把握しておくっていう、まあ、基本のねことなんですけれども、それを、把握しておいた上で、あと材料ですね、この材料を使うとこんな感じの雰囲気のパンになるっていうことが、こうなんていうのかな、この材料を使えばこうなるよ、この材料を使えばこんな感じになるっていうのをいっぱいこうね知識を増やしておいていただいて、それをねこう紐付けしていくっていうか、そういうことがね実際に、可能になればいくらでもねアレンジができるようになるんですね。ですので、そういう、まあ、知識っていうか紐付け作業っていうのかな、理想的なイメージに近づけるためには、じゃあどういう材料、いっぱいね材料ありますので、どういう材料をどういう割合で加えていったらいいのかなってね、そういう風な、知識をいっぱい蓄えておくっていうね、引き出しいっぱい持っておくっていうことを、やっていかれると、もうどんどん新しいレシピが生まれてくるんじゃないかなって思います。自家製酵母の醍醐味としては酵母です。酵母がいろんな種類の酵母があるので、酵母を変えるだけで、パンのイメージもね変わってきますので、そこら辺もアレンジの一つじゃないかなって思います。はい、
いかがでしたでしょうか。アレンジってね、何通りも本当に面白いぐらいいっぱい無限大にできると思うので、ぜひねやっていただきたいなって思います。